決勝トーナメントの決勝になります。さあまずは先鋒戦、お互い一人目同士、 1P 側熊海、 2P 側ゴンザブラファースト。ザト2対ミリア5、ミリア8が小川ザトを5盾中、ミリアを5盾してる。ミカゴでは小川ちゃんが分身する現象が起きていますちなみにザトチーム残機あと何個残って、残機使ってない。まだオガちゃん、あの残機なんていらんかったでしょってやってますねこれあかんやつやで、ね、まあまあまあまだ終わってないですしね。ただこっからまだ分かる、中村さんとカリンさんも多分残ってるでしょうしかね。あ、広告ありがとうございました。さあ、影響で実況に戻りましょう。 1P 側熊海、 2P 側ゴンザブラファースト。さあ体力リードしてるのは熊海、体力点滅状態。おっと太陽拳ジャンプ系で押さえつけて引きずり下ろして、時間もそろそろなくなり始めてきてるが、ここで投げてるのは海ドリルからラインを上げてくるのはファースト。ここはフォルトというかゲージがなかった。さあ逃げ、ドリルすかしめた、殺していく。チビファウストもいい具合に当たりましたね今。まずは1本目ゴンザブラファースト、ああ俺はいいな。さあスプリットしてるから画面端黄色から選択肢は金バースト、裏から黄色めったに行く。え、ああそうか、経緯からのタクをやろうとしたんですが、今回経緯が2つのパターン、2つパターン、2パターンあるんで、ちょっと立たなかったですね今。そうですね、さあ6回すらからガードを固めていく。さあ遠距離戦になる、間にトランポリン、あ、貝が飛んでった。さあ 6P 対赤からドリキャン系、ここはカウンターから立ちハイスラが少し届かなかったか。あ、広告ありがとうございます。さあ11、まずはオイスからの叩きつけてゲージも回収、これで50以上のゲージが手に入り、大きなアドバンテージを、しかも画面端に追い詰めたままで手に入れることができたファウスト。ヒーロージャンディから、さあ爆弾、ここは飛ばざるを得ない。おいっす、投げてるの、はい、6回すらデッドアングル返していく、戻ってきたが、ファウストのダッシュの停止性、今やばい、あと1人、すごい、さすごかったよ今。さあ画面足ドット、タッチピーで拾い直して伸びる、当たったと思ったらもうギャラリーでジャンプですから、ここは暴れていたタッチピー。まずは先鋒、勝ったのはゴンザブラファースト。正しき道とは誰かが作った。あと今一人カリンさんが大将で今出ました、一
一番つまんない男って、もう対戦する前からオガちゃん文句言ってますけど、まあオガちゃんも大概だと思いますね。さあまずワンピが2人目、2人目の回に万葉回。さあホークさんからのどぎつい声援が飛ぶ中、ホークさんなんかあれ、じゃあ回のモノマネして、いい試合にしましょう。さあこれで本当にいい試合になったらホークさんは予言者ですね。スペイトしてるからドリル、ゴーイング、ニハイスラから、さあテイクダッシュ、ジャンプ P、 ここは直足で投げてるが、カイバーストはガードはしている、バーストをガードすることによって相手のバーストゲージを空にする、まあ、これもかなり今後の戦況に左右することですので、逆を言えばバーストは当てればいい。オガちゃん今行きました、あと5体です。頑張す。ただ今見てたんですけど、画面端の伸びる召喚にブリッツァンしてやっぱりよろけるということで、あのフェニスさんはそこら辺システムをうまく使って取っていった感じですね。いい筐体すげえ気になる。さあ体力リードしてるのは万葉会、投げる、いい試合になっている。万葉強えじゃねえかお前。これは万葉さんエルフェルトにキャラ変えなくても大丈夫そうですね。さあパーツピー、ここはブラックホールガードをしている、しかしベイパースラストがスカル、ドリル透かしめた、画面端トランポリンが出る、ここはテイクダッシュを投げていい具合に落として、キャンガードから立ち林払い、流れるように端まで持っていってダブル取り返す、ゴンザブルファースト最初ランド、さあスタンから足払い、ここは先端でカウンター取っている、スタンディッパーガードは間に合っている、ジャンペース黄色でフォローしている、キャンから爆弾が出ている、ここはスタン黄色かな、てか普通のキャンです、体力がじりじりとだが削られ始めている、ロッピー対空はノーマルヒット、空中投げ隕石絡めて KS 空対空、変わったのはゴンザブラファースト、何が言いました今。やばいっす、いや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 、ミリア8人がわらわら文句言いに来ても俺何も言えねえよ。これポチョブ君が言いに来たら分かるけど、ミリア8人がわらわら俺に文句言ったってきついよそれ。これがポチョブ君だったらごめんなさいってもう土下座するけど、ミリア8人集まってお前どうなってんだこれって言われても、いやすいませんでしたって言えないっすよ、ミリアも強いですからね。まあちょっとミリアチームの皆さんですね、ちょっといろいろ事件ありましたが、まあ全て元老院が悪いということでよろしくお願いいたします。でもう間もなく尾形ちゃんを復活させた、首謀者の俺が、今から死にに B バンダー行きますんで、それで許してください。ということでチップ3とザトウ2がすぐチップ一人帰っちゃったから、はい、というわけで、まあ、ここはもう3対2なんですぐ終わると思いますが頑張りましょう。いや倒せばね復活しないから、そうもう復活しないんで今日もうあと本当1回ずつ倒せばいけるんで、倒せばいけますよ、もうそうなんですよ、今のところカリンさんしか土つけてないんです。じゃあ須藤さん、洋介慎さんちょっとよろしくお願いいたします。小川先生ライフもないですからね、1回負けたら終わりですよ、覚悟してくださいよ、ぶっ殺しますよ洋介さんが。そう、いやいや、行きますよ、これ、頑張ろう。あ、じゃあ、コックさん実況お願いします。はい。
ジョニオ君は、お母さんを倒しに、惑星ベジータへ行きました。はい、というところで、はい、リコンザブロさんと、対するはユキさんですかね。スキャンして、ロマン C のオイル燃えて、マイハイグリードをガードしてロマンからのテイクダッシュ、前パンでカウンター。はい、アンダーのコーナー、アンダーのセンス。C 筐体、C 筐体と B 筐体の間の台、の時代設定戻しましたので、の時代される方どうぞ、お使いください。はい、ガリガリと真ん中の台でも、の時代を始めちゃってください。で、ゴンザブローさんも今これ3盾 ?4 盾3ですね。 ありがとうございます。3、はい、4人目ですね。回は残りが、もうあと3人ですね。平尾海さんですね。なんかソードアートオンラインとかそういう感じのに出ててもおかしくないのからですが、第1ラウンド開幕はお互い、物投げたり飛び道具出したりして牽制していく。爆弾投げてブッパーを、ベイパーをすかしていく。コンボ決めて画面端、ドリルドリル、マイハイゴーイング。ここでデッタングル、何が出るかな。ネットをかわして空中投げ、ゴンザブローファースト、もう動きがキレキレになってきてる。タッチ系ダイク、あい、これは一方的に勝ってる。ファースト調整が入ってるらしいですが、立ち回りの強さは相変わらず。第2ラウンド、オイス負け、スプリット足まで届かず立ち吹っ飛ばされてしまう。スイッチバーストリッパー差し込んでいく。お互い画面端もつれているが、平岡海が流れを握っている。ジャンケ引っ掛けてペーパー、あとワンコンボ、物投げて裏から回ってきてカウンター転がってきて脱出できた。下げていく、ドリル出して前ハイ当たってゴーイング、粘るゴンザブロファースト、帰還してメッタは飛んで倒して華麗に空中スタン、フィニッシュモーションが素晴らしく美しい。第3ラウンド、物投げてドリル、こっちも振ってくる、前ハイまでつながってゴースル持ってくる。どう、自分の愛で燃え下がってしまった。裏回り平岡セバーをガードしている。エンエスロマン、前ハイ、欲望の前ハイ、また欲望、貪欲さがいい。バースを使っていく、だけスプリットしてる、足払い強化チャージ、投げまして2ハイキャンをジャンプで逃げますが、ここで空中 D に引っかかってしまう。バーストもガードされて、これは広川がいけるか。ゴンザローファースト、ここでブリッツゴーイングダウン取ってマイハイキャンセルのベッタギリ、受けても空中フォルトしてないとダメなんですかね、あれはね。そう、ガードは確かできるはず、空中フォルト。ただあの場面で突然空中フォルト張るのも難しい。で、覚醒したリオンス、あれですね、次はサーキンですが、リオンさんの回、対するはゴンザブロファースト。ただいま4盾中、
ここでスタンキルをゴンザブロファーストは早めにバストしよう。ハンマーが当たってコンボにつながるが、タイガーバストスプリットシェルからのいい形の打ち攻め、テイクダッシュに対して前パン前ハイロマンしてコンボつなげていく、ゴーイングマイウェイ、バネを出して吹っ飛んで降りてきたところに攻めを継続、ブラックホールお互い接近していくが、おっと間合いが有効範囲外なので近寄れない、ドリル愛を出してオイルは燃やさせないが、下ハイ差し込んでいく、ダンイランド ドリル、バソレレレを差し込んで、おいっしゃスタンキーロでバレーを張りながら殴っていく、スッとしてる画面端の攻めもらってるが油断しましたね、ガン壁コン最後のベイパーに対してバソワープロマンからのカイが攻めるが、お互い目まぐるしく攻防が入れ替わっていく、はいはい下についてランにからのダスト立っている、裏から行ってがここで2敗対空コンボつないで下ハイからの物投げ引きずり下ろし方が着地に投げられてしまう、前ハイ重ねてゴーイング、チビが追いつく、ここでトーンを出しながらスキャンして今度はメッタが使ってしまったところにカイが投げ仕込み投げモルの立ち合いが当たって勝利、第3ラウンド下ハイ勝利、キャンしてレレレはガード空中投げ画面下に押し込んでいく、やはりところどころのスタンキーロで持っていく、チャージダスを見てる、非常に見えづらい連携ですがちゃんと立っているが、最後のバスト足払いスプリットしてる、さすがにこの辺りでゴンザブロファーストを止めましたが、ここでナギエさんが出てきますが、ナギエさんが仮に負けたとしてもまだ4回復活できる、さてあちらではジョニオさんがスーパーサイヤ人カラーのジョニオさんと恐怖の帝王小川さんが対決しています。で出てきたのが、リオンさんの回対するは出てきましたナギエさんファーソー第1ラウンド、おっと演奏前一般で潰してる、少し今回やられ判定が大きくなったという演出ですが、多少潰しやすくなっているのでしょうか、スタン1で牽制していく、チビを縦に飛ばせて投げますがチビがまた生きていた、前ハイからのコンボ画面端ハメ投げからのハンマーもつながってダウンさせてアイを投げまして流れるように攻めていく、リッパルマン下ピー、ここで下ハイと取る相手かな、だが2回目の争点は当たらなかったが物投げで勝利、はい第2ラウンド、お互い牽制してカイがラインを上げているが、ラインを上げ返す投げファースト、チビが流れを寸断する SH だが広岡カイがリオンカイが、コンボは決めていないがコツコツと牽制ダメージを与えている、
テイクダッシュ、あ、しばらい爆弾出して、ここは自分で当たってしまった。あ、しばらいオイル、お疲れさん、ありがとう、アダムさん、ありがとう。またね、バースト、アダムさん、ありがとう、バッパー出そう。非常に接戦になっている。ここでスキャンして攻めていく、キャン、リッパーはガードされてしまう。投げファウスト勝利、余裕を持った状態で、最後の大将、アインカイトの対戦に臨みます。で、アダムさんは旅立っていきました。今日も非常にいい仕事をしてくれました。本当にありがとうございました。皆さん心の中で、アダムさんにも拍手をね、しておいてあげてください。輝きアインマンってまあ輝きラーメンマンみたいなもんですね。結構ラーメンマンの歌好きなんですけど、まあどうでもいいですね。はい、パシ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 、ありがとうございます。アダム金返せ、アダム借金していたんだろうか。はい、出てきましたの、はい、終わりましたか。はい、ザトウチームの勝利ですね。惜しかったんですけれど、なんかルールねじ曲げて一本選手にすればよかったっすね。本当にもうお母ちゃん一本でいいでしょっつってうるさい、お母ちゃんは強いんだよくっそー、ありがとうございました。本当に今日は楽しかったです。今日は決勝戦で待ってる、次ここで戦ってるチームと決勝戦で頑張ってください。そうそう、ファーストじゃなくてもらえます。はい、いやうん、うん、いやいや、なんかトイレに行ったらおばちゃんが向こうの大会見てたから、何してんすか、大会出てくださいやったね。うん、あ、知らなかったんすか。せっ、あ、なるほど、あーなるほど。じゃあね、この後決勝なんで、あのアグローマさんと一緒にやってください。アグローマさん本当に育ててやってください。これ一応本当にイグザードから始めてすごい頑張ってるんでね、お願いします。佐藤塚いないって言ってたんで、ね、アグローマさん頑張って育ててあげてください。よろしくお願いしますさあ B 番内設定変えます。実況お願いします。はい、ということで、一番ね、怖い人が決勝に上がってきました。決勝戦楽しみですね。はい、B 番内の方はこれから設定変えますので、のし合いになります。設定変更しない皆さん、ぜひコインを入れて遊んでください。さて、アインさんの回に対するは投げさんですが、まあいつものミカドのね、対戦風景という感じですかね。ありがとうございます。メドロワに対してシャハルの鏡を用意してきた形ですね。はいよ、はい、です。投げファースト勝利ですね。あれ、もう決勝戦、なんかスムーズにいきましたね。最後は最後はなんかいつも2対2ですよ、これなんか2オン2みたいになったんですよ。大丈夫ですかこれはい、最後はじゃあ筐体拭いてあげてください。最後の試合はですね、ファーストチーム対ザトウチームです。 B 番台設定変えまして、後合いの方遊んでください。大道芸大会、カッコ2オン。